セレッソ大阪がベストメンバーでアウェー横浜 F マリノス戦を突破する。目標のアジアチャンピオンズリーグ出場圏内3位の C 大阪は18日に日産スタジアムで勝ち点差2位で5位の横浜と対戦。前日の17日は大阪、舞洲で調整後、横浜へ移動した。写真、いい顔して、のリクエストに応じる杉本ユンジョンファン監督、44、は、日本代表 MF 山口ホタル、27、と FW 杉本健優、24、韓国代表 GK キム・ジンヒヨン、30、の起用について、状況を見ながら、と身長も、基本戦はルヴァンハイ、決勝の、メンバー、と代表組も先発起用の意向を示した。残り3試合、その初戦のマリノス戦が大事なのは全員が分かっている。何か結果を出さないといけない時期、選手も意欲を持ってやっている、と指揮官。J1 優勝の可能性は消えているが、3連勝フィニッシュへ全力を尽くす構えだ。